皆さんこんばんは、マリサだよ。皆さんこんばんは、霊夢やで。今回はこれ。ライ。そうだね、勇者ライディーンのお話だよ。オッケーや。1975年4月から、翌年3月まで、前後10話、マジンガー Z に続けと始まった、最初期の人が操縦するロボットアニメだね。せやな。当時はマジンガー Z、ゲッターロボ、グレートマジンガーと東映の独壇場や。そう、東映のマジンガーに対抗すべく、東北新社が企画、総映社が作ったのが、ライディーンだね。東北新社？総映社？東北新社は映像プロダクション。今でもあるね。72年、手塚治虫の虫プロから独立して作られたサンライズスタジオと共に総映社を設立。虫プロ辞めた独立組を、東北新社がお金出して、ライディーン作らせた的な？そうね。乱暴に言うとそんな感じ。それが後にガンダム等を制作するサンライズになっていくんだね。オッケーや。監督は富野義行で、キャラクターデザインは安彦義和。つまり後のガンダムのコンビだね。二人とも古いんやな。富野は67年に虫プロ辞めてフリーに、72年に海のトリトンで監督デビュー。安彦も虫プロが73年に倒産し、フリーに。そうか、虫プロってすごいんやな。なんで倒産したんやろ。顔はこんな感じ。男前でしょう。せやな、ハンサムや。ライディーンのデザインは、マジンガー Z を基準に考えられたとも言われているんだ。どういうこと？マジンガー Z は、悪人顔で、西洋甲冑的、色も黒を基調としている。せやな、それがかっこええやんな。ライディーンは、より人間味がある顔、日本の兜的で、色は赤、青、黄色と明るい。なるほど、そう言われると対極やな。顎の感じはエジプトっぽいけど。そう、ライディーンの特徴は、まさにそこ。どこや？ライディーンの企画がされた70年代初期、スプーン曲げ等の超能力減少や、人類滅亡を予言したノストラダムスのブームがあった。おお、オカルトブームやな。ライディーンではそれを活かした設定が盛り込まれることになったんだ。ほうほう。マジンガー Z は、主人公カブト工事の祖父、重蔵が作ったものであるのに対し、ライディーンは、12000年前のムー帝国により開発されたもの。ムー大陸や、ピラミッドなど、古代の超文明からの電気ロマン的な企画だったんだ。なるほど。ライディーンって不思議パワーが出たりするのはその辺が理由なんかな。そう。最終回では、巨大化するという、離れ技を見せているという点でも異質だね。オッケーや。おもろいやんな。そういう設定も。12000年前にムー帝国を襲った妖魔帝国が現代に蘇り悪魔の時代を完成すべく活動を開始。おう。古代ムー帝国の末裔である主人公と帝国が残した最後の希望、ライディーンにより、妖魔帝国の魔の手から世界を守る戦いへ。オッケーや、面白そうや。ライディーンはこんなロボだよ、身長52メートル、体重350トン。マジンガー Z よりだいぶでかいよな。うん、こんな感じ。おう、でかい。ゲッターも結構でかいんや。ライディーンはパンチ、キックの他にも武器もたくさんあるよ。代表的なところだと。ゴッドウォーガン、ゴッドブーメラン、ゴッドブレイカー、ゴッドミサイル。この辺は通常技的な感じ。よく使う。おう、通常技や。ゴッドアルファ、ゴッドバードアタック。この二つは決め技的な感じ。ゴッドアルファってなんなんやろな。バードアタックはかっこいい。超電磁スピンみたいや。そして、ゴッドボイス。超音波砲。凄まじい威力で敵を粉砕。パイロットも瀕死になるほど捨て身の必殺技。超音波って、そんなに強そうじゃないけど、むちゃくちゃ強い設定よな。ゴッドボイスって、宇宙ステージでは使えんけど。ライディーンは、古代のテクノロジーで作られているので、メンテ不要。戦闘で壊れてしまっても、時間が経てば自動で修復される。すごい、ムー帝国脅威のメカニズム。それ以外にも、ガトリング砲を追加装備させようと改造を試みるシーンもあるんだけど、これを受け付けない描写もあるんだ。おう。やっぱりオカルトロボットやな。そしてライディーンといえば、変形。戦闘機形態のゴッドバードへの変形により、戦い方の幅が広がり、おもちゃも売れる。せやな。おもちゃが売れるのは大事なことや。そして飛行形態から体当たりでとどめを刺す。その後のアニメにも大きな影響を及ぼす必殺技を生んだんだね。そういえば、ゼータも最後突っ込んでたな。キャラクターはこんな感じ。主人公、響きアキラ。
15歳中3。バイク通学のサッカー部キャプテン。バイク通学 ?15 で?アキラの母親は、ムー帝国の帝王ラムーの娘。冷凍睡眠で、12000年後の現代に送り込まれる。アキラを産んだ後、行方不明。父親は初回で石化。えらいこっちゃ。主人公ハードモードや。プリンスシャーキン。元祖、仮面をかぶった美形キャラ。アキラとも血縁関係にあったとされる。おう、かっこいい。ライディーンを仕留められないことに苛立ったシャーキンが、アキラの学園に潜入しようと人間変装した姿。砂場キンを。顔、いや、名前、シャーキンでサキン。アキラとシャーキンはライバル関係。物語中盤でシャーキンは巨大化してライディーンに正々堂々と一騎打ち。巨大化、すごい覚悟を感じるぜ。シャーキンはライディーンを追い詰めるも敗北。彼を殺したテレビ局には多くのカミソリ入りファンレターが届いたんだって。もう、初期から怖いやんけ。ライディーンの人気は広がり世界初の女性だけのファンクラブを設立。その名もライディーンファンクラブムートロン。え、女性だけ?すごいなぁ。主人公のアキラは、正義感が強く、ちょっと三枚目なところもある、正統派主人公でありながら、ストーリーの関係もあり、暗く寂しげな一面も。そうや、ハードモードやもんな、主人公。安彦義和のデザインと相まって、アキラやシャーキンはもちろんミスターも大人気となる。ミスターとシャーキンについては、突っ込みたいけど安彦さんのおかげやろな。プリンスシャーキンの名前は後のシャーへ。髪型は妹へと受け継がれたという噂も。ライバルと主人公が血縁関係がある設定も長浜ロマンへ引き継がれる。マジか。それは。シャーキンは、物語中盤27話にて、ライディーンとの一騎打ちに敗れ、最後は滑覆して果てた。おう壮絶や。アキラのシャーキンがもし味方だったならというセリフが印象的。ライバルやったんやな、シャーキン。ところで、シャーキン不在の後半はどうなるんや?後半は、シャーキンとは打って変わって、わかりやすい敵キャラ、序列兄弟がヒマラヤから復活。ライディーンを苦しめた。そうなんや。いかにも悪そうな顔やな。ライディーンは、この敵役交代のあたりで、監督が富野義行から長浜忠夫に交代されてる。確かそんな話やったよな。富野が降ろされたんやろ、なんでや?曲はテレ朝系だったんだけど、親会社の朝日新聞は、当時のオカルトブームに対して、徹底的に批判するというスタンスだったんだ。最初から言えやなぁ。監督の富野は曲のプロデューサーから、オカルト色の排除を命令され、急遽路線変更。そら仕方あらへんで。しかしスポンサーや現場からは、曲の言いなりになるな、と反発される。おう、大変や。結局この騒動をまとめきれず、責任を取らされて、半分の26話で監督を降板させられることになるんだ。かわいそうや、富野。富野の後を受けたのが、あの長浜忠夫。あのって、誰やっけ?長浜忠夫。巨人の星の演出で当時一世を風靡した実力者。後にコンバトラー V などを手掛ける大物。おお、すごい人が公認やったんやな。富野はその後も長浜の下で制作に関わり、後の作品に大きな影響を受けたんだって。ふーん。中盤で敵の主要キャラクターとの決戦。後半に強力な敵に対抗すべく強化されるという流れは、後のコンバトラー V にも受け継がれる。なるほどな。パワーアップしたりすると、キッズも喜びそうやしな。おもちゃもはかどりそうや。確かに、要素詰まってるな。ライディーン。シモン・マサトが歌い、安彦義和がキャラを描く。しくも富野義行と長浜忠夫の両巨頭が監督を務めた唯一無二のロボットアニメだね。確かに、すごいメンツやな。ライディーンがあったからこそ、この後の長浜ロマンアニメが、そして富野義行の素晴らしい作品群へと繋がっていくんだね。そう言われると、そうかもね。今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうやで。チャンネル登録してくれると嬉しいで。それではまた。またねー。